長崎電気軌道360系電車。長崎電気軌道360系電車。長崎電気軌道360型電車は、1961年、昭和36年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両である。本記事では、360系電車の増備形式で、外観、性能がほぼ同一の370系電車。 370型電車についても記述する。老朽化が進行していた木造の二軸単車、及び明治、対象規制像の木造ボギー車である160.170系の置き換えを目的として登場した、全金属製の二軸ボギー車で、1961年、昭和36年に360系7両、翌1962年、 昭和37年に370系7両が製造された。計画当初は1961年からの3、可年に各年7両、合計で21両の増備が計画されていたものの、同社の経営悪化により1963年、昭和38年に予定されていた7両の新造は実現しなかった。残存した木造ボギー車、160.170、 系の置き換えは1966年、昭和41年登場の500型や600.700型といった譲渡車の入線で達成されている。設計には、鉄道愛好家の長崎電気機動社員が携わったことから、方向転換の不要な Z 型パンタグラフ、乗り心地の良いコイルバネ台車、全中比の窓配置、蛍光灯の室内灯など、いずれも同社の電車では、 初めての新規軸を盛り込んだ斬新なものになった。以下、新生児における360.370、軽量形式について記述する。1961年、昭和36年11月に、日本車両製造で7両が製造された。形式名は、製造年の割引である昭和36年に合わせて、360系となった。 日車提案の設計図面では、在来車の300型を全金属製車体とし、張り上げ屋根にしたスタイルであったが、乗車扉を、降車扉方向に寄せた全中比の窓配置、D4D3 とした。なお、11メートルと短い車体長を、少しでも、スマートに見せるために、扉にかかる部分以外の床下機器に多い、e、を設けて、いない。屋根件部は、R がきつく設計され、 張り上げ屋根と相まって丸みが強く強調されたデザインとなった正面窓配置は西鉄機動線の線型をもとに中央の窓の寸法を車体幅に合わせて縮小したもので正面中央の窓は H ゴム指示による固定式左右の窓はアルミサッシの加工式となっている正面の行き先表示器は都電に準じた在来車と比較してやや大型のものが採用され 視認性が向上した。また、行き先表示器の左右には、カバー付きの通風口が設けられた。側面窓配置やデザインは、広島電鉄の2000型を参考としつつ、窓枠にはアルミサッシを採用した。窓寸法も設計に支障が出ない限り大きく、取られている、幅950ミリ。制御機や手電動機等の主要機器は、着車製で、台車は、 何は後期製のコイルバネ台車 NK-25 が採用された。1961年12月9日より営業運転に投入された。1962、昭和37年に日本車両で7両が製造された。形式名は360型と同様、製造年の割引である昭和37年に合わせて370系となった。 前年に登場した360系の増備車としての位置づけで基本的な車体構造や性能も準じているが360系同士で発生した追突事故、後述の経験からバンパーや運転台部分の大枠が強化された。360型で固定式とした正面中央の窓は通気が悪かったことから本形式ではそうに通風口が設けられた。 正面行き先表示器の上下寸法は360型より拡大され、その左右には微灯が新たに設けられている。台車は新たに日車製のコイルバネ台車 NS-17 となり、その他、排晶器や雨どいの形状、屋根状のベンチレーター配置などが360型から変更された。360系の導入間もない1962年。 昭和37年7月8日、ホタル茶屋社校出庫中の360系363号が、無人で一掃、新大区町付近で、先行の360系365号に、追突し、死傷者12名を出す惨事となった。事故の当該車両は、同年9月に入線の370型と入れ替わる形で、日本車両に改装され、修理が行われたが、 この裁量者の行き先方向幕が370型と同数法のものに交換されている。1968年、昭和43年の 370K373 号を皮切りに、1977年、昭和52年までに全車への改造が完了した。改造では、ミラーや自動ドア化、放送機器の設置、正面中央窓の一部開閉化、 正面左右窓の一部固定化、通風口の廃止等が実施されている。また、側面行き先表示器は使用停止となった。1981年、昭和56年、3 7 0系3 7 2号に2000型を除いた在来車として、初めて冷房装置が設置された。この冷房装置は、長崎に拠点を置く、三菱電機が開発したもの。 CU-77 系で372号への搭載は原車試験という扱いであったが、結果が良好であったことから1982年、昭和56年登場の1200型より本格的に採用され、多形式にも普及した。比例棒で残っていた各社も1983年、昭和58年から翌年にかけて全社に冷房装置が搭載され、 同時に補助電源装置が MG から SIV に転換されている。1985年、昭和60年には360系の正面、行き先表示器が自動化、大型化、高さは370型に準じるされ、同時に使用停止となっていた、側面行き先表示器も復活した。後に370型も同様の改造を施されている。 1980年代中頃には370系の1、2両に FM チューナーが搭載され、車内で FM ラジオが流されていた。2018年、平成30年4月現在、一般営業用として360系7両、361から367、370系7両、371から377の、計14両が在籍している。 371K371.372 号は1964年昭和39年に日本の路面電車として初めて車体全体を広告とした全面広告車となった2018年現在も 360.370K ともに同社のカラー電車 A タイプとして全面広告の対象となっている2007年 平成19年5月と2015年、平成27年10月に370系375号が、2016年、平成28年6月に360系362号が、公海道前、現、市民会館電停付近のポイントで、脱線事故を起こしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。